こんにちは。北海道札幌西高等学校の小西さゆきです。今野リリです。私たちは高校生の探究の凄さに驚かされ、それをもっとたくさんの人に知ってもらいたいと思い動画を作成しました。これから全国の高校生の探究を紹介するので楽しんで見てみてください。それではスタート。私は今ニュートリノの観測について探究を進めています。まずニュートリノとは何でしょう。ニュートリノは素粒子の一つで、宇宙上で光の次に多い物質と言われています。私も今までなぜ私たちは存在するのかという疑問を抱いていました。そんな疑問をですね、解明に導いてくれるのがニュートリノの研究ということを知りました。そのニュートリノが観測できれば、宇宙の始まりの解明に一歩近づく、そんな研究内容になっています。今私はこのニュートリノの探究に精神を捧げています。じゃあ、How to make past form。 どうやって過去形を作るかっていうのをやりたいんだけど、これ I play outside 書いてるよね。 I play outside。 じゃあ I play outside を日本語にしてほしいんだけど、いける子いるかな。いける子。じゃあみんなせーので言ってみようか。みんなマイクオンにしてわかる子たち、いくよ。せーの。私は外で遊んでた。私は現在、子どもの受産師の低下について、医療だったり文化的な側面など、さまざまな分野を取り入れて、発展した内容の探究を行っています。なぜ私がこの探究を行ったのか、それは私が現在、子ども食堂の運営や子どもの保育などのボランティアに携わっているからです。ボランティアに携わって、たくさんの子どもやたくさんの親御さんと触れ合う中で、私は国際的な教育格差だったり、一人親家庭の増加だったり、さまざまな子どもに関する問題というのを発見しました。今私が行っている社会問題と心理学を絡みつけることで、ゆくゆくはこれらの社会問題の解決に私の探究が役立てばよいなというふうに考えています。これからも精進していくのでよろしくお願いします。ありがとうございました。